まあ、書きたいものを書くのが信念というか、書きたくないものは書きたくないし、やりたくないことはやらない。自ら決めたルールの中で自ら表現したいものを追い求める。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち。本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は画家大河原健太郎。子どもの頃から大好きだった絵を職業に選んだ彼が導き出した答え。すごい昔はなんかごちゃごちゃしてる画面構成で、誰にも俺の考えなんかわからないとか思いながら描いてたんですけど、なんか誰にもわかんなかったら意味ねえなと思って、わかりやすいものが描きたいと思ったら自然とそうなるっていうか。思いをどのように伝えるか、そこに存在する見るものと描くもの。色もそうだし、昔はなんか原色赤黄色青があればいいんでしょみたいな感じだったんですけど、今もうその原色で使うことがもうまず嫌になったというか、その強いみたいなのがいらない。その線とかモチーフがもう花が強いし、別にその色とかで強かったらもうトゥーマッチっていうか、描き方とかも別にこだわりっていうかがあんまないっていうか、モチーフの選び方は別に特にあんま決まってないんで。思いやる気持ちを絵で表現する、それは子どもの頃に身につけた習慣。おばあちゃんと絵はがきのやり取りをしてて、そのきっかけがおじいちゃんが死んで、おばあちゃん一人で住んでるから寂しいだろうから俺毎日絵はがき描くわみたいな感じではがきを毎日出してたらしいんですよ。でそれでおばあちゃんもその絵で返してくれてたみたいな、まあ、愛が溢れてるっていうか。それがやっぱでかいっていうか、絵描いたらこういう風に捉えてくれる人がいるっていうのが当たり前にあったんで、だから今もそれは変わんなくて、絵を仕事とかっていう感覚よりこうなんか生きてるうちの一部みたいなのが結構あります。その思いはついに国境を越える、そんな大河原健太郎のブレイク前夜。めちゃめちゃ良かったんですよ。知らない人がいきなりハグして「お前よくやった」とか言ってくれたり、200人ぐらい来てみんな楽しそうに笑ってて見て、絵って本当素晴らしいコミュニケーションツールっていうか、言語関係ないし、だからやっぱこういうことのために俺は絵描いてんだなとかも思うし、だからオープニングで泣けるぐらいのショーを一生し続けたいですね。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前本郷美術骨董館。次週は木彫刻師で仏画師菊池光蘭のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。